はい、ガレージ友吉です。今回は、ホビーショップメガドックさんのね、移動販売で僕が購入してきた、ものを、まあ今日はね箱は開けないんですけど、これを購入してきたよっていう紹介をします。はい、今日はねこのなんか、この車、プラモデルですね。ルノーのメガーヌのクーペですね。は、貴重やっていう話なんで、速攻僕が買いました。はい。そこら辺に、今のところは、ないぞって言われて、貴重やから、まあ、買うのもいいって言われたんで、僕が、ちょっとこれを、ルノーを買いました。で、もう一台ね、このスズキのエスクードですね。これは、めちゃくちゃちょっと古い車ですね。はい。これも、今日は買いました。はい。また、このね、プラモデルの箱を開けたりとか、紹介するのは、また次のね、動画で、紹介しますんで、その時はお楽しみください。まあ明日か明後日かぐらいに動画を上げますんで、お楽しみください。それと色ですね。色は、これ、フィニッシャーズのコブラブルーですね。それを買いました。はい。まあ、このね、プラモデルでコブラとか、まあ、いろんな車とかね、そういうのに、吹けるかなと思って、この色も買いました。で、この、明日ぐらいに、まあ、天気が良かったらね、エアブラシで、別のプラチックのね、スプーンとか、そういうので、まあ、試し拭きですね。それをちょっとしてみたいと思うんで、またその時の動画も、この、何日か後にね、あげますんで、それもよかったら見てください。それでは、今回は、この、ね、購入してきたよっていう動画を、しました。で、今からね、動画だけですね、声とかも何もなしの、動画を流しますんで、ホビーショップメガドックさんの移動販売のね、ちょっとした風景ですね。それを、流しますんで、よかったら、この後も見てください。それでは、お楽しみください。スキップします。緊張。